皆さんこんにちは、加藤正則です。2月9日の金曜日に加藤正則の知って楽しい聞いて楽しいクラシック音楽の世界というレクチャーを、ここ大和市文化創造拠点シリウス芸術文化ホールサブホールで、7時から行います。で、今回の動画はその中身を何するのかということをですね、解説してほしいということなので、やってまいりましたが、2部構成で、一部は私は作曲の勉強をして、そして今はピアノを弾いたり、こうしてレクチャーをしたり、番組を通じて音楽の楽しさを送り届けたりとか、いろんなことをやってるんですけど、それができるようになったのは自分の生い立ちにも、すごい影響がありまして、私は変わっているとは思うんですけれど、そんな変わった人間がどうしてまともに育ったのかという、そんなまともだけど変わった音楽家の作り方みたいなものを、第1部で説明し、第2部では今や全国各地で飛び回ってレクチャーをしてですね、クラシックの魅力を伝えているんですけれど、そのクラシック講座を凝縮してやってほしいという山野からの、シリウスからの強い要望がありまして、今回そんなことをやってみたいと思ってます。で、多分皆さんにとってそのクラシックで、しかもなんかレクチャーっていうとちょっとなんか難しいなって、行こうかどうしようか迷っちゃうなって思われている方が少なくないんじゃないかなと思うんですけど、このレクチャーどんなことをやるかというとですね、今ピアノがないので、ピアニカは鍵盤ハーモニカと言いますけど持ってきましたけど、例えば皆さんがご存知のベートーベンの運命ですね、ちょっと間違えちゃいましたけど、よくこれはご存知じゃないかなと思うんですが、この運命はベートーベンが作ったんですけど、ベートーベンというのは音楽史上クラシックの音楽の世界ではすごい人って言われてるんですね。でもじゃあこのベートーベンの何がすごいのか、あるいは運命という曲はそれまでのクラシックの音楽の歴史を一気に変えてしまうような価値観を生み出した作品なんですけど、それが何なのかっていうのは意外とプロの音楽家でも説明するのが難しかったりするんですね。で、この運命、ジャ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 ーンですけれど、ですけれど、このあと、これもジャ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 ーンですよね。で、このジャ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 ーンの続きのメロディーが、皆さんご存知の続きのメロディーなんですけど、これ実は、全部ジャ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 ンがつながってできているメロディーなんです。で、この運命は実はジャ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 ンだけでできている6分から7分かかる曲なんですけれど、このメロディーじゃなくてジャ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 ンという、こういうのをモチーフっていうんですけれど、最小単位のメロディーだけで音楽ができてしまうよっていうのを作品を通じて証明したのがベートーベンという作曲家で、こうした曲の作り方はそれまでの歴史になかったので、その当時の作曲家が、あるいはその後のに生まれてくる作曲家がびっくりして、このなるべく少ない素材で多くの音楽の世界を語ろうというふうにしようしなきゃねっていうふうに歴史を変えちゃったのが運命という作品なんです。で、そういったことをちょっと知って運命を聞くと、あ、なるほど、確かにジャ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 ンしかできてないぞってなると、それは当時の人が驚いた気持ちと一緒で、そうした当時の人たちの気持ちに近づくと、おそらく皆さんにとってもこ
この運命というものが、クラシックというものがもっともっと身近になって楽しく面白いものになるんじゃないかなというところをレクチャーではお伝えしたいと思っていますので、難しそうかなと、ちょっと敷居が高いなと思われている方は、今の私の説明で一気に敷居がなくなったと思いますので、どうぞ自動ドアのように入ってきていただければ嬉しい限りです。というわけで、2月の9日に皆さんとこの会場でお会いするのを楽しみにしています。以上、加藤正則でした。